クール部代表の水野です。今回ご紹介するのはこちらのポニーテールアレンジです。横で後ろです。このポニーテールの特徴はこの後頭部です。後頭部が簡単に華やかに作れます。ですので絶壁で悩んでる方であったりとか、このような大人っぽいシルエットにしたい方は必見ですので、ぜひ最後まで見て頑張ってみてください。それでは解説していきます。まずつむじより少し上に起点にしてブラッシングします。そしてこの表面の髪ですね、表面の髪を丸く取りまして、ここがすごいポイントなんですけど、これをねじります。ねじって頭皮根元につけて持ち上げます。ここでピン止めします。このことにより絶壁の方も後頭部がかなり綺麗になりますので、これでピン止めしていきます。でピンはねじった方向と逆側止めます。ですのでこっちからねじってますので、左からねじってますので右から止めます。でアメピンをこのような感じで広げまして、頭皮につけます。で頭は丸いので、このまままっすぐするとここに突き出てきます。ですので頭の丸みに沿ってこういった丸くするイメージですね。これでぐーっと押し込んでいきます。こうすると1本でしっかり止まります。これでルーズにほぐしていきます。この後頭部のところはすでに持ち上げたのでボリュームは出ているんですけど、さらに立体感を出してボリュームを出していきます。こんな感じですね。ここまで後頭部が自然な感じで丸められていると、もう次は簡単です。次はこの遅れ毛を適量お好みで残しまして、耳から前の髪ですね、これをこの表面の丸く取った土台になじませるようにしながら後ろでくるりんぱします。この時も角度は下げます。角度を下げてくるりんぱしていきます。横の髪は膨らみやすいので、ゴムはきつめにして穴は最小限ですね。いつもの通りですね、あまり穴を広げずにくるりんぱしてください。これで角度は下げたままぐーっと毛束を引き上げます。これでくるりんぱのねじれをほぐしまして、ここの隙間をなくしていきます。毛束をほぐす力は徐々に力を弱めながらすることによって立体的に柔らかい質感になります。こんな感じですね。でほぐすところとほぐさないところを作ることでツヤが出ます。ほぐすところとほぐさないところですね。これ顔周りも一緒です。顔周りは真横にすると広がりますので、斜め下に向かってほぐします。こういった感じですね。で手櫛を入れたような感じですね。ざっくりブラッシングするんですけど、ほぐしでこのようなラフ感を出すことによって綺麗な質感になります。次に毛先をすべてまとめまして、これぐらいの位置ですね。でポニーテールを作ります。この時も髪の量が多い方はゴムはきつめに留めてください。このゴムはこのままよりもヘアカフなどのヘアアクセを使って隠した方が可愛いです。ヘアカフはこの裏の金具をゴムに差し込むだけでいいので簡単に可愛くなります。そしてこの裏ですね、裏も少しルーズにほぐして全体にほぐした質感となじませます。この下のところはほぐしすぎるとどうしてもたるんで見えますので、あまりほぐしすぎないように注意してください。次に遅れ毛と毛先を巻いていきます。遅れ毛は何箇所かに巻けて巻くことで柔らかい質感になります。そして巻いた後は硬くならないように指ですぐにほぐしてください。遅れ毛はこれぐらいの柔らかい質感ぐらいですね。あまり強く巻きすぎると硬くなりますので緩巻きで大丈夫です。で毛先はざっくりまずワンカールつけます。癖毛であったりとかパーマがある方はこの工程はなしで大丈夫です。ざっくり巻いて、この表面の髪ですね、表面の髪は少し強く巻き込みます。これによって
下のカールとメリハリがついてより可愛くなります。これぐらい簡単なプロセスでふわふわな立体的な質感になります。完成しました。で、仕上げに少し不安な場合はヘアスプレーですねを少し離してすることで長時間キープします。で、このポイントはすごいシンプルで簡単なんですけど、まずはこの後頭部ですね、後頭部のピン止めをしっかりすることです。今回1本でしたんですけど、もし不安な場合は同じ場所に2本3本多く使ってしっかり固定してください。そうすることでこの後頭部の綺麗なシルエットが作れます。で、2つ目がこれもよくする失敗のポイントなんですけど、この最初の丸く作ったところと横のクルリンパの隙間がどうしても質感が離れてしまうことなんですけど、しっかりクルリンパをするときに角度を下げてこの横となじますことでこのような感じでしっかりなじむことができますので、その2点だけ注意して頑張ってみてください。今回以上になります。このポニーテールはお仕事の時であったりとか、お出かけ、結婚式などのお呼ばれにも使えますので、ヘアアクセやほぐしなどの質感を変えていろいろ楽しんでみてください。ありがとうございました。